国際決済銀行は1930年に設立された中央銀行総合の決済を行う組織である。通貨価値と金融システムの安定を目的として中央銀行の政策と国際協力を支援している。通常業務として各国中銀の外貨準備を運用する機関投資家でもある。2017年4月に同行のグローバル金融システム委員会は レポ市場の機能という報告書を公表。各中銀の量的金融緩和政策が世界各国の市場から手堅い再建を買い占めたせいで、一般機関投資家のレポ市場が担保の供給を受けられず、機能不全に陥っているという見解を示した。スイスバーゼルの国際決済銀行本部1924年の同図案で賠償金を再建国の中央銀行に送付する。 賠償代理機関を設立することは決まっていた。ドイツの第一次世界大戦にかかる賠償金支払いの行き詰まりを打開するためにヤング案が提案された。ヤング案では国際決済銀行に関する条約と国際決済銀行提案が採択され、これらいわゆるハーグ条約により賠償金の支払いを円滑化させるための機関として BIS が設立された。日本は ウォール外大暴落の最中でクレジットを設定。1930年の BIS 創設時には株主となっていた。世界強行をきっかけとするナチ党の権力掌握がドイツをして賠償金支払いを拒否させた。BIS は賠償金の取扱機関として活動できなくなり、代わりに中央銀行間の協力を推進するようになった。BIS は資産運用を行っている。 1932年3月の報告では、合衆国市場への積極的な投資により、銀行引き受け手方への運用が増えた。協力の実態として、創設時点の BIS は、金預金を受け入れていなかったが、1932年11月に受け入れる方針を明らかにした。第二次世界大戦の拡大により BIS は、 金塊をニューヨークへ減想するなどして、資産をアメリカへ避難させていた。その資産を、米財務省が適正資産として差し押さえ、1940年6月25日、ニューヨーク連邦準備銀行が発した暗号電報により凍結は、BIS の知るところとなった。ここで、BIS 定款大従業は対抗できなかった。米政府は、 さきのハーグ条約に調印していなかった。BIS 株の引き受けも連邦準備制度ではなく JP モルガンなどの民間銀行団が行っていた。こうしたイレギュラーが起こる直接のきっかけはヘンリー・スティムソンが1929年に FRB 職員に BIS メンバーとなることを声明で禁じたことであった。戦後、役員にナチス関係者のいたことがわかり、 ブレトンウッズ会議から解散を勧告されて、ケインズが存続を主張したにもかかわらず廃止が決定した。しかし、フランスとスウェーデンが損地を働きかけたことと、次に述べる略奪金問題の決着により、廃止案は1948年に立ち消えとなった。ライヒスバンクより BIS に供託された略奪金3.74トーンは、某中央銀行が先行して BIS に、 返還していた額を控除の上、3.366トンがイングランド銀行へ予託された。連合国、とりわけアメリカが BIS に被害国へ金塊の返還を求めた。BIS は次のように応答した。金の大部分はアメリカに減創してあるので、返還に応ずるためには BIS に対する適正資産としての凍結を、 解除してもらわなければならない1947年10月に、米政府代表のアンドリュー・オーバビーが、在米スイス銀行資産の凍結解除を調整しに、スイスへやってくると BIS は機械に捉えた。BIS の当時に、発行済み株式におき、適正資産に当たる日独のシェアは22.8%であった。 ここへ、預け入れ最低限度預金を加えると33.8%に達した。また、ヤングアンによる BIS の対独資産は2億9116万スイス金フランであり、1945年度の BIS 総資産額の64.5%に上った。1948年2月、ジョン・スナイダーが上院外交委員長に向けて、 欧州側の民間資本も凍結解除して復興に振り向けさせるべきと書き送っている。BIS が復活するとマーシャルプランがドイツの支払い能力を徐々に立て直した。1950年10月と11月、イングランド銀行が日本保有の BIS 株式没収を提案した。結果として日本は1951年のサンフランシスコ講和条約によって 株式を放棄した。その後、国際金融会への復帰を粘り強く働きかけた関係者の努力の結果、1964年以降、BIS で開催される中央銀行の会合への定期的な参加が認められるようになり、1970年には増資に伴い、日本銀行が株主として復帰した。なお、この年にはカナダも加盟している。 増資目的はグローバル金融システム委員会の設置と支払い決済事業の開発である。1961年11月に金プールを運営し始めた。BIS は1932年11月以来ロンドンやベルンといったヨーロッパの金市場を管理していた。これをベースとして1961年ヤコブソンの構想通り、 ポンドスターリングを中心とする決済機構ができたので、ある。運営の実態は、一時に、金の二重価格性が敷かれた事実に見える通り、ブレトンウッズ体制とは一定の距離を置いていた。ポンド危機では大恐慌の時のように、中央銀行は BIS への預金を引き出して、金塊に変えて、BIS 名義の使と差し付金として、別の機関へ予託した。 1975年7月8日に BIS は定款を改正しており、現行のものとなっている。BIS は世界各国の中央銀行が出資する法人であり、2011年現在58、各国の中央銀行が株主となっている。最高意思決定期間は株主中央銀行の代表が出席する総会で、組織規定の改正。 決算の承認などの権限を有する。年1回、6月末から7月初に開催されているが、臨時総会の開催も可能となっている。BIS の組織としての運営方針の決定などは、理事会が行っている。理事会は、2011年現在議長と19名の理事によって構成されており、少なくとも年6回開催される。2011年時点で、 理事会の議長は、フランス中央銀行総裁クリスチャンノワイエ、副議長は、日本銀行総裁、白川正明であった。2015年11月から、議長は、ドイツ連邦銀行のイエンス・バイトマン、副議長はインド準備銀行のラグラム・ラジャンが、務めている。ヤングアンから生まれた BIS だけあって、初代と二代目の議長は合衆国から出ている。設立当初の定管 第28条による構成は、一ドイツ、ベルギー、フランス、イギリス、イタリア、日本、アメリカの各国中央銀行の現職総裁、二党外総裁がその職を受諾できない場合に、その総裁が指名する理事、三角中銀総裁につき一名ずつ任命される理事。総裁と同一国籍を有する、金融業、産業、または商業を代表する者から選ばれた。 4賠償支払い期間中は、フランス銀行及びライヒスバンクの総裁が任意で、産業、または商業を代表するそれぞれ、フランス国及びドイツ国の国籍を有する者2名を任命できた。創設時の BIS 理事会構成は、第二次大戦後に、日本が BIS を脱退した際に変更された他は2013年、現在まで維持されている。現行の定款。 第27条3項では日本を除いた上記6カ国12名のほか、職権理事を選出していない株式保有国の中央銀行総裁の中から理事会の2、3以上の賛成により9名を超えない理事を選出している。この理事は任期3年再任可能である。1994年にはカナダ、日本、オランダ、スウェーデン、スイスが2006年には 中国、メキシコ、欧州中央銀行が、それぞれ定員に加わっている。日常業務の運営は、総支配人以下の職員が担っており、職員数は600名弱である。総支配人の地位は1981年まで、フランス勢が占めていた。BIS は次のような活動を通じ、その目的を遂行している。BIS は、 各国の中央銀行を株主とする銀行として組織されている。中央銀行などの代表が会合を開催する舞台となるほか、金融に関する様々な国際的な委員会に対し事務局機能を提供していることでも知られている。各国の中央銀行が相互に協力する場としての BIS の役割を如実に示しているのが、中央銀行の総裁が参加する各月の 初会合である。2011年11月以降、主要会合の議長はイングランド銀行総裁、マービン・キングが務めている。スタッフレベルでの会合も数多く開催されており、代表的なものとして、バーゼル銀行監督委員会、グローバル金融システム委員会、支払い決済委員会、市場委員会、中央銀行ガバナンスフォーラム、アービング・フィッシャー委員会などがある。 このほか、BIS は中央銀行の業務と関係の深い国際的な委員会である金融システム委員会保険監督者国際機構及び国際預金保険協会に事務局機能を提供している。バーゼル銀行監督委員会バーゼル銀行監督委員会は銀行監督に係る様々な問題に関する国際的に共通の理解を増進することを通じ 世界各国における銀行監督の強化を目指す委員会である。委員会の活動を通じて形成された共通の理解をもとに銀行監督に関する外活的な基準、指針あるいは推奨事項を取りまとめている。グローバル金融システム委員会グローバル金融システム委員会は中央銀行の立場から国際金融市場に緊張をもたらしかねない動向と その重要性を分析すること、金融市場の機能を支える制度的な要因の理解を深めること、及びそうした市場の機能度と安定性の向上を促進することを目的としている。1962年 BIS はユーロカレンシー市場専門家会議を公式に立ち上げた。欧州決済同盟の決済業務を担っていた BIS は 同盟が1958年に解散して、業務を継続できなくなっており、新事業の開拓を模索していた。CGFS は1971年に、ユーロカレンシー常任委員会として設置され、1999年に、現在の機能と名称を与えられた。支払決済委員会支払決済委員会は、支払決済システムにおける健全性と効率性の、 向上を促進することを通じ、金融市場のインフラを強化することを目指して活動している。同意委員会は、金銭の支払いを取り扱うシステム及び、証券取引を決済するシステムの運用基準を策定しているほか、中央銀行がそうした分野における動向を把握するための場となっている。その観察対象とは、クリアストリーム、ユーロクリア、 国際銀行間通信協会などである。2014年6月、新たな検証の承認を受けて、名称を決済、市場インフラ委員会へ変更した。市場委員会市場委員会は、1962年に、いわゆる金プールの設立とともに、主として外国為替市場の動向について、非公式な意見交換を行う場として発足した。現在は、 外国為替市場に限らず、中央銀行のオペレーションと関係の深い、様々な金融市場の短期的な動向のほか、市場構造の変化にも焦点を当てて活動を続けている。バーゼル委員会が取りまとめた銀行監督に関する指針のうち、主として銀行が保有すべき自己資本の量に関する指針の総称。バーゼル合意は国際的に活動している銀行に対し、 信用リスクを加味して算出された総リスク資産の一定比率の自己資本の保有を求めている。バーゼル委員会に参加している各国の監督当局の規制体系に採用されることで実現される形をとっており、バーゼル合意そのものが法的な効力を有するわけではない。また、制定主体のバーゼル委員会と BIS 自体も別の主体であるため、 BIS 規制という属称は誤解を招くものであり、バーゼル規制という名称がより正確である。2015年以降、集中生産期間を通さないレポ取引で国債以外の証券を担保とする場合、最低ヘアカットを下回るヘアカットならば高い、自己資本負荷を課すという規制が提案されている。1988年に公表された。 最初の国際的な銀行の自己資本比率に関する合意。日本では1988年度から移行措置が適用され、1992年度末から本格適用が開始された。国際的に活動している銀行に対し信用リスクを加味して算出された総リスク資産に占める8%の自己資本の保有を求めたもの。1996年には、 市場リスクに対する追加的な合意が公表されている。バーゼルアイにおいては、銀行が保有する株式の含み益の最大45%を自己資本に含めることを認めていた。ところが、バーゼルアイに基づく日本国内の事故、資本比率規制の制定と実施がバブル景気の崩壊を背景とした株価のピークアウトをまたぐものとなったことから、日本の銀行は、 株式の含み益を期待していたほど自己資本に含めることができなくなった。こうした状況に対し、日本の規制対象業は、必要な自己資本の確保のため転換社債を発行するなどの多大な努力を払った。そして規制が完全に適用開始となった1993年度3月期末決算までに、すべての規制対象業が規制を達成した。 その後、バブル景気の崩壊による景気の低迷が深刻化する中で、日本の銀行の不良債権は増大し、毎年の決算において多額の債権消却を迫られるようになった。その結果、消却による自己資本の減少によって、自己資本比率が最低線を割り込む可能性が意識されるようになった。これが銀行の予診姿勢の後退をもたらし、 日本の景気低迷を長期化させる一因となったとの見方がある。デリバティブ取引の一般化など、1990年代後半以降の国際金融市場の発展に照らし基準体系の不備が目立つようになったため、銀行のリスク量をより精緻に計測するなどの方向でバーゼルアイの内容の見直しが行われた。その結果、2004年に自己資本の測定と基準に関する、 国際的統一化、改定された枠組みが公表された。バーゼル2では、総リスク資産の算式において、これまでの信用リスクと市場リスクに加え、オペレーショナルリスクを加味することが定められている。バーゼル2を反映した自己資本比率規制は、日本では2006年度末より施行されている。具体的な規制の内容は、銀行法第十四条の二の規定に基づき、 銀行がその保有する資産等に照らした自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に記載されている。また、2007年2月には金融検査マニュアルもバーゼル2に対応し全面改定され公表された。バーゼル委員会は2007年から2008年にかけて発生した世界金融経済危機の背景となった。 銀行監督の問題に対する反省を踏まえ、銀行の自己資本の質の向上、リスク管理の一段の強化といった観点から、2009年以降バーゼル2を改定する作業を進めており、その一連の成果はバーゼル3と総称されている。新たな合意の基本的な内容は2011年1月に公表されており、銀行に対し2019年度末までに、 総リスク資産の7%に当たる普通株式など、質の高い自己資本の保有を求めるなど、バーゼル2よりも規制が強化されている。この強化に指摘される、問題点は次のように整理される。規制の具体的内容は、シティグループ証券によると、次のように整理される。2013年1月からの導入で2019年1月までが、移行期間2013年1月から、 試行期間で2018年1月から本格導入の予定流動性の規制以下 BIS に基づく。バーゼル2は次の通り。バーゼル3は次のように厳しさが増しているが経過措置の上でさらに厳しさを増す項目もある。ありがとうございます。